はい、今回もアルコールストーブを使って調理をしていこうと思います。きっかけはですね、キャンドゥで見つけたグリルシートっていう、焦げつかないシートですかね。そちらと、あとダイソーのミニスキレット S ですか。こちらがこのアルコールストーブとちょうど相性がいいので、これらを使って油を使わずに美味しく焼き物ができるんじゃないかなと思ってやってみます。では早速アルストのプレヒートを始めます。ガスバーナーと違って、つけてすぐ調理できるわけではないんですけど、このプレヒートの青い炎の様子を楽しめるのはアルストの良さかなと思います。このスタンドはですね、セリアの紅茶缶ですね、くり抜いて使ってますが、以前のインテリアポットよりも、ちょっと頑丈な作りなので、安定感がありますね。重たいスキレットとかを乗せるときには、こちらの方がちょっと向いてるような気がします。6結仕様なんですけど、すぐに結構、本燃焼に入りますので、ここからはスキレット S で、ではハンバーグを焼いていこうと思います。グリルシート。キャンドゥで見つけてきて、丸くハサミで切り抜いてですね、このスキレットにぴったり合うようにしてます。こちらにも油は使わずに、ミンチのハンバーグ、スーパーで買ってきたやつですね。ちょっと冷たい感じのミンチなんですけど、スキレットがチンチンに温まってますので、冷たい食材を置いても、温度が下がることがなく、この辺で表面がカリッと焼けるかなという気がしてます。味付けは気に入ってる SB の塩コショウと黒コショウが入ってるやつですね。こちらだけでやっていこうと思います。後でまた裏側にもまぶします。はい、蓋はですね、EPI のクッカーセットの一番大きいやつですね。これを代用してます。ちょっと炎が火力強いので、弱火モードに変えますね。この粉ふるいもとても役立ってます。はい、そろそろ焼けた感じですね。多分いい感じじゃないですかね。すごい油が出ましたね、やっぱり。これはいいんじゃないでしょうか。またじゃあ、味付き塩コショウ、こちらをまぶして、また焼いていきますね。ちょっと蓋が乗っからないですね。この辺はちょっと考えないといけません。ハンバーグが熱で膨らんじゃって収まらなくなりました。これね、間違いなく過去一ですね。めちゃめちゃ上手にできました。そのスキレットと、そのグリルシート、油を使わなかったっていうことが関係してるんだと思います。いや、もうこれだけうまいとですね、もう十分ですね。いやー、よかったです。これは大成功です。B1 グルメというのに惹かれて、ちょっと麺をですね、炒めていこうと思います。こちら、富士宮焼きそばですね。肉天かすと、味粉なんかそんなものがついてましたね。ハンバーグの油をそのまま使って、焼きそばに味を移していきたいと思います。ちょっとスキレットが小さいこともあって麺は半分にカットしてます。はい、これが肉天かすですね。これを入れて、付属のソースを入れて絡めていきます。アルストの炎はやっぱ強いですね。十分ですね。なんかこう、ちょっとある人って青白い炎っていう、なんかこう、弱いイメージもあったんですけど、もう完全に印象変わりましたね。ほんと火力強いですね。はい、ということで完成したので消します。スキレットが熱いので本当に注意しないとね、やけどしそうです。皆さんがもしやるときは気をつけてください。パスタみたいになってますけど、お箸がですね、手元にあるんですけど、気づかずにフォークで食べてます。焼きそばです、これはです。そうでした。このだし粉っていうんですかね、これをかけないとなんか最後締まらないですね。ちょっとこの細い麺がですね、香ばしく焼けていいですね。細いっていうか平べったい麺っていうのかな。もう完璧でしたね。本当美味しかったです。いやー、いいですね、スキレット。やっぱね、熱を一度持つと冷めないので、ああいうカリッとしたものができるんだと思います。後片付けしたときにですね、ちょっと気になったんで、映してます。めちゃくちゃ油が出てますね。はい、ということで、アルストランチいかがだったでしょうか。気に入った方はグッドボタン、あとチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。